グレイグの鎧って微妙にダサいよな。おお、もうどういって、なんなんの、気持ち悪い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 って何もうこれ。なんか出てきたけど、なんか王から、王からなんかドラゴンボールみたいなのが出てきたけど、ドラゴンボールに出てきそうなキャラが。そしてホメロス、よくぞ優勝しためてくれた、褒めて使わそう。なんかピアスしてるし、俺ピアスする人間は信用しないって決めてるんだよね。おお、なんとありがたき言葉。こいつら、我が社、お前が売るのがあんまかっこよくないな。なんか鬼氷みたいな角生えてるし。我が主君ウルノーガ様、目にクマも生えてるし。お前がウルノーガ、まさか王に取り付いていたとは。なトサカみたいな生えてるし。でまだ第二形態第三形態も残ってんだろうな。え、ちょっとここで殺せね。みつみついよ、今こそ我が手中に落ちるとき、その力いただくぞ。やだ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 、これ目が覚めたら体が薬で縮んでるパターンじゃないの。うわ、なんかもう生々しいもん。なんかこいつ、こいつが CG に気合が入ってる。なんかすげえ浮いてる浮いてる、私浮いてる、えらいことになるってこれ。うわー、やめてやめてお願い、それだけやめてくれ。何すぐ、ほらもう俺の胸をがっつり揉まれてる。あー、何ここの CG の気合の入り方、急にすごいんだけど、毛の一本一本が。で胸をがっつり、あーもう最低。うわ、取られた俺の盾。ほう、これが勇者の力は。なんかベロニカちゃんが元の格好に戻ってる、セイネちゃんも。あー、やめてお願い、もう俺のやつ、それ俺のやつだって、俺しか使えないやつだって本当は。あー、久々にセイネちゃんとベロニカちゃんの元の格好を見ましたね。やっぱなんやかんやあれいいな。そしてこれが勇者の剣。似合わねえってお前には。だが我が、魔王なり。壊した、すげえサラサラ。リアルベロニカちゃんめっちゃ可愛いな。お、何してんの。ちょっとなんか目が生えたんだけど。きっしょ、勇者の剣が魔王の剣に。今の誰のセリフ、誰の声で読んでいいのか分からなかったけど。生命の光源、大地の魂、この力我がもらった。いやー、もうこれ、もう何これ、なんかもう星のカービィにああいう敵いるよね、雲の。もうすげえ花火大会の最後みたいな火花出てる。全部葉っぱなくなっちゃったよ。これ全部葉っぱなくなっちゃったらえらいことになるんでしょこれ。命のなんか生まれ変わりがアーダコーダとか言ってたから、これもすごい待ってる枯れ木。そんな命の大樹が、あ、これベロニカちゃんセリフな。ベロニカちゃん口パクパクしてたから。いやいやいや、ほらもうこのままだと世界が、やだえらいことになる、もうやだ終わりだよ。バッドエンドだよ、落ちてくるよこれ。ラピュタが落ちてくる。親方、空からラピュタが。あ、セーブできるんだ、します。ちょっと待って、セーブファイルが魔王誕生とかいうすげえ不穏なタイトルになっちゃったんだけど。魔王誕生しちゃったよ。え、これ何、俺なんかミスった、どっかでデートの時の選択肢ミスった。海、ああ、これ死ぬね、これ死ぬ時のやつだね。終わった。あれ、これお母さんじゃないの。まあ育てのですけど、キャベツだ。今日キャベツ炒め。おやおや、みつみつい眠れないのかい、お母さん。お母さんも生きてんのかね。お、喋った。ドラクエで主人公喋るパターン珍しいですよね。まあ幼少期のなんか回想みたいなので喋ってたけど。お母さん、お母さんふっといな。顔可愛いから痩せたら可愛い感じがしますよね。
さてはエマちゃんと喧嘩したね。だってエマが僕の頭叩いたんだ。ちょっとふざけてルキに眉毛描いただけ。それは動物虐待だよ。ルキって犬だろ多分。ふふ、あはは、笑い事じゃないんだ。見てよ、大きな単語ができてる。なんか死ぬ前の走馬灯とかじゃないよね。それでミツミツはやり返したの？てん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 。いいかい、ミツミツ、これからも同じようなことはきっとある。だから今から言うことを覚えておいて。はい。なに、殴られない、大丈夫。どんなに嫌なことがあっても、苦しいことされても、ただやり返すのはかっこ悪いことだよ。お母さんでかいね、しかし。僕はエマと仲直りしたいんだ。お母さん、僕はどうすればいい？まずはきちんとお話しするのさ。その人が何を感じて、なぜそうしたか。そしたらきっとその人のことが見えてくる。それからあとはとっても簡単。笑って握手をするだけさ。ええこと言うね。手太いね。強い張り手とか打てそうですね、お母さん。今からちょっと女相撲を目指さないか。うん、さすがあんたは私の子だ。さあ、もう寝る時間だよ。いやー、いいシーンだね。おやすみなさい、お母さん。掛け布団欲しいな。おやすみ、みつみつ。何も怖がることはないさ。朝が来たら、すべてが良くなるよ。いやなんか泣けるね、なんか。うん。なんかこのシーンはなんか、ちょっと油断したら泣いちゃいそうですね。おやすみ、おやすみ、大樹の子らよ。静かな静かな夜が来た。いや光の巫女、光の巫女が目を覚まし、暗闇を払って光ある明日が来るまで。うん、なんかこういうのなんか僕も大概おじさんになったんで、こう結構弱いですよね。勇者は見つかったか。いえ魔王様、世界中どこを探しても勇者の姿は見当たりません。何？そうか、死んだか。勇者はもういない。うん、この世界我のものなり。怖え。怖っ。そしてこのタイミングで馬レースの豆知識いる？なんじゃ、何ファインディングニモ？ここからファインディングニモ編始まる？俺ニモ見てないんだよね、正直。ニモってあれ面白いっすか？見た方がいい。これトイストーリーとか大好きなんだけど、モンスターズインクとか。ニモも見た方がいいっすかね？なんかすげえディズニーに出てきそうな鏡が。は？何これ何これ、何これ、何、ちょっと状況が飲み込めねえんだけど。いや、なんだろう、いや、なんとなくわかるんだけど、受け入れたくない。だよね。俺、魚になったってこと？第二の人生。勇者の力とか人間ですらなくなったけど。なんだよ、これ。魚編になったんだけど、ここ。すいません、ゲーム変わりました。魚のゲームになっちゃった。仲間いる？いないよね。一応ミツミツになってるけど。ミツミツイ、さすらいの魚。俺さすらいの魚らしい。あ、道具、あ、今は使えないってことはあれか、持ってないだけ。んでもなんかここ見たことあるな。ここってあれじゃないの、なんか一回来たよね、ここで。 R2 で上がる、はいはい、バツで下がる。でどこだ、出口どこ、この。でもこれ一回来たあそこだよな。なんで魚になったんて。ギョギョうまみたいな。おお、目覚めた、目覚めおった。勇者様がお目覚めた。おお、こんな姿でも勇者って分かってくれる？ありがてえな。お前顔はめっちゃキモいけど。俺魚になったらブスだな。一時はエラ、皮膚とも呼吸停止。ピクリとも動かんかったというに、まさに奇跡。女王様に報告じゃ。やだな、でもこっから魚で生きていかなきゃいけないの、やだな。魚ってだってミミズとか食うでしょ。ちょっと、偉い人。ああ、勇者様、目が覚めてよかったわ。あなたは海底に落ちてきてからずっと眠り続けていたのよ。
今地上では大変なことが起きてるそうね。地上がどんな様子か知りたくば女王セレン様に直接お話を聞くといいわ。女王様は王国の一番北にある海底宮殿の玉座の間にいらっしゃるぜよ。ここまあ一回来たとこですもんね。でちょっと待ってね、魚の操作がまだうまいこといかないからあれですけど、魚にも話しかけられるのかな。あ、魚話しかけられた。旅魚さんは信じられるかい、私が気持ちよくお散歩してたら海のためがいきなり噛みついてきたんだよ。食事するにしたってマナーってもがある。ちょっと声かけてくれば おとなしく食べられてやってもいいんだよ。いいのだが、いきなりはダメだ。逃げる暇がなければ食事とは言えねえ。あんたもそう思うだろう。うん、そう思うわ。やっぱりそうだな。あんた話のあるお魚だと思ってたぜ。俺は魚じゃねえ。でどこ行ったらいいんだい。はい、どうもどうも、父のでかい人、こんにちは。なんか魚になっちゃったんですけど。三菱がお目覚めになったので、こうしてはいられない。時は満ちました。はいはい。お、なになになに、なんか怖い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 。なんですの、なんですの、光ってますよ。あなたのかくかっかふふ大丈夫、私にはまだやることがある。それまでは死亡フラグを立てるんじゃないよ。悲しいから。あ、どうも魚です。お取り込み中のとこすいません。魚です、こんにちは。食べないでくださいね。あら、おはよう、みつみつ。ふふ、その姿とっても似合うよ。いつにも増して変わらない。やだよ、元戻りたいよ。傷はだいぶ癒えたようですね。王国のためにあなたを運んできた時にはナンパ船みたいにボロボロだったのですよ。魔王はあなたを死んだものと思ってました。私は魔王の目を欺くためにあなたを魚の姿に変えておく。おお、有能、ナイス。あれからもう数ヶ月も俺魚やってたんだ。結構魚になってたね。私の魔法で魚の姿になったあなたは今までコンコンと眠り続けていたわ。傷が完全に癒えればやがて人間の姿に戻るでしょう。それまでは無理や禁物ですよ。ふ、これであなたも釣られるお魚の気持ちがわかるかもですね。ふふ、なのんきな。まだ魚から戻れないのか。聞きたいことがたくさんある。そんな顔してますね。してます。あなたが挑んだあの戦いのこと、共に戦ったお仲間のこと、私は全て見て、おお、見てたんだ。なるほどね。助けてくれたらよかったのに。こっそりなんか尾行されてるよみたいな、髪の長いやつが尾行してるよみたいなことを教えてくれたらいいのに。三菱、全てを受け入れる覚悟できたら私についてきなさい。受け入れるよ。もう受け入れるしかないもん。本当にスヌーピーも言ってるからね、配られたカードで勝負するしかないのさって。女王さんもなんやかんやでやっぱ下魚なんですよね。当たり前だけど。人間を連れてきたのは何百年ぶりかしら。ここは守り人の海、海底の王たる者だけは立ち入ることが許された海。僕海底の王じゃないけど大丈夫ですか。ただの雑魚ですけど。負け犬ですけど、負け犬で雑魚ですけど。これは王家に伝わる千輪の真珠、川や湖、一滴の浅瀬、あらゆる水に魂を乗せて地上の様子が見ることができる秘宝です。お、そんないいものを、これ何でも鑑定団に出したいですね。で、ピカッと光っての地上にこっそり雨を降らせました。今ならこの雨を通じて世界を見ることができるでしょう。もう見ましょうよ。ちょうどね、退屈だったんで、いや、そういう余興でもないとなと思ってたとこなんですよ。さあ、みつみつ、準備はいいですか。今世界どうなってるのか、千里の真珠に触れるのです。ほい、おお、まあ、シュールな絵ですね。てか、どうえらいことになってる。終わりだ、週末だ、焼けただれてだ。これが今のロトゼタシアの姿。あなたが魔王ウルノーガに挑んだあの日、世界は死んだのです。え、世界救えませんでした。私勇者です。どうも、いや、もう正確に勇者だった魚です。熱を帯びた猛烈な爆風が世界を駆け抜け、草木を焼き払い、水を干上がらせた。空から燃え盛る大岩が降り注ぎ、山脈を崩し大地を砕いた。魔王ウルノーガが多くの生命を一瞬にして奪い去ったのです。とんでもないやつだな。そんなことして何が目的なんだあいつは。絶望が新たに生み出すものは悲しみだけ。私は全てを見ていました。しかしどうすることもできなかった。とんでもないやつだね、本当に。懲役
2000年とかじゃない、もっとかな。あれ生きてる子いんの？よかったよかった、生きてる子もいるんだ。いやーもうなんかここ対の住処みたいになってる。もうみんなもくたばってるよな、これもう。惨劇だよ、こんなの。トラウマになっちまうよ。やだ、もう。地獄絵図。助けて。誰か助けて。あ、どうも、魚です。助けたいのは山々ですけど、僕のお腹を食べないよっていうことしかできないですけど、それでいい。そこに誰かいるの？助けたいけども、助けて。ああ、やっぱ触れられないんだ。あ、どちらさん、この手袋の主は。うん、誰で今の。結構生きてるね。よかったよかった。よかったかな。でもこの状況が良かったかどうかわからないな。みんな目死んでるし。もう帰る家もね、家族もいねえ。だけど命がまだあるじゃねえか。それなら歩け、歩き続けろ。そうよ、英雄についてきましょう。デルカダールの南に最後の砦があるの。あそこなら私たちを守り助けてくれるわ。英雄ね、大丈夫？あれ変なヒゲじゃない。諦めるな。英雄は僕たちを見捨ててない。最後の砦に行けば何か変わる。絶望してはいけない、生きるんだ。歩け、歩き続けろ。デルカダールの南に最後の砦がある。いやー絶句ですよね。でもこの光景はなかなか絶句東京ですよ。鎧どうしたんでしょうね。あれが変なヒゲだとしたら。絶望の中にも希望は残っています。パンドラの箱だね。この世界のどこかに彼のような希望の炎をいくつか感じます。しかしその炎も今消えようとしている。誰かが灯してやらなくては。それは他でもない、あなたの役目。私みたいな魚ですか。魚に何ができるんですか。寿司三昧に行って材料になることぐらいしか。ラピュタがまがまがしい姿に。世界の意志ある命の大樹は地に落ちました。そして今世界を滑るのは悪しき天空魔城に住まう魔王ウルノーガ。魔王は命の大樹の魂を吸い取るだけでは飽き足らず、この世の全ての命を摘み取り悪しき力に変えようとしているんです。あれをご覧なさい。そんなことまでして楽しいのかねって話ですけど。あ、光ってますね。なんかおお、なんじゃなんじゃあのトゲトゲマンは。どうなりました。大丈夫ですか。あれは私たち海底の民の命を狙う魔王ウルノーガの手のものです。マジか。海底王国は私が作った結界で魔王の目を欺き難を逃れてきましたけれど、それももう限界です。マジっけ。魔王の力は私の力をはるかにしのぎます。まもなく結界砕け、海底王国は魔物に飲み込まれることでしょう。おしまいだ、もう。助けて。いや、悪いやつだな、ほんと、ウルノーガってのは、ほんと。もうあまり時間がありません。みつみつ、王国へ戻りましょう。戻ったとで僕に何ができるんだろうな、でも。一体僕に何ができるだろう。この魚である僕に。そして人間の姿に戻れるんでしょうか。そして戻ったとて服を着た状態で元に戻れるんでしょうか。全裸にカバンっていうスタイルで元に戻んないよね。今のところカバンだけは身につけてるからさ、カバンで一応大事なとこを隠すみたいなことはできますけども。はい、お魚たちの話し合いにちょっと私もね混ぜてもらうって感じですかね。不思議な人、あれほどの世界で惨状に目にしても、その瞳に浮かぶ光は決して消えていませんね。
その通りです。私には本当あれがあるからちょっとかっこいい回答が出てこなかった。あれがあるから、僕にはあれがあるから。三菱よ、これまで多くの災いがあなたに襲いかかってきました。いや本当波乱万丈な人生でしたわ。老後ぐらい穏やかに暮らしたいものですね。しかしその災いを幾度となく打ち砕き、多くの命を奪ったあの破滅の最中にながらもあなたはこうして生きています。そう、それは未だあなたが魔王と戦う運命の中にあると大樹がつけているのやもしれません。勝てるかな。でもあいつにウルノーがおろかホメロスにも勝てない可能性あるよな、今のままだと。勇者ミツミツよ、世界に再び光をもたらすため希望の炎を灯しなさい。希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に歩むべき正しい道が示されるでしょう。そうだな、なんとかせにゃならんね。本当にすべては胎児の導きの、ちょっと大事な話してるときは攻撃してくるんじゃないよ。今大事な話してるか、見ろ結界が。うわー、なんかうわー、なんだこのブサイクなニドキングみたいなのは。ふふ、ウルノーがせっかちなのね。別れの言葉を言わせてくれないなんて。え、ちょっとなんかやめろやめろ、なんか死にそうな予感がする。やめろ、死ぬな。人魚が死ぬのは嫌だ、これ以上。チュッじゃないよ、もう。もう前を向きなさい。振り返ってはなりません。勇者とは、勇者とは何、勇者とは最後まで決して諦めないもののことです。あ、いいこと言ってんじゃねえよ、もうカッコつけてんじゃねえよ、死ぬな。いやまあ俺らも死にそうだけど、土台海底奥の民どもよ、その命魔王様のためもらい受ける。なんだお前のその感じは。やだこれ、王女死にそう、俺流されていく。はい、でどうなりました。でどこ行きます。え、これ何、これわかんねえ、目的地がわからねえ。とりあえず上、はてなはてなはてなって書かれてるし、とりあえず上に上がっていくかわかんないけど、いやわからんな、どこだ。あ、これエビなのか。え、これ俺エビに釣られるってこと。エビに釣られて地上に出ようみたいな。勇者エビに釣られて地上に出るんすか。そういうパターンの勇者。勇者とは決して諦めないこと。そう、エビを食べることもな。寝てるしあいつ、クマみたいなジジイが。いや、おお、こいつはでかいぞ。まさか伝説の人食い大マグロか。負けねえぞ、俺は海の男アラーニ。うす、おお、すげえ筋肉してんなお前。とりあえず次の新しい仲間はお前かもしれないな。脇毛が一本も生えてない、女子力高えなこの親父。こいつはやったぞ、こりゃ大物だ。世界が破滅だって言ったって生きてりゃいいことあるもんよ。いいこと言うね。お前俺の仲間にならないか。こんにちはどうも人間でーす。な、人、おい、あんちゃん、どっから乗ってきやがった。いくら腹減ったって魚の餌横取りするやつがあるかよ。一体何があったってんだい。いや僕勇者なんですよ、こう見えて。さっきまで魚ってんですけど。おい、あんちゃん泣いてんのかい。まあ、泣きたくもなるよね。なんか空模様もやばいし、ね、カクカクシカシカなんすわ。なんだかわからんが深いわけがあるみてえだな。ありがとう、さしてくれて。よし、困ったやつはほっとけね。それが海の男ってもんだ。優しいなこのクマ。あんちゃん、ひとまず俺の小屋に来て一晩休んでいけよ。こんなご時世だ、安全な場所はどこにもねえ。けどな、あそこなら最後の砦なら力になってくれるかもしれねえぜ。あそこには英雄がいる、俺たちの希望だ。さ、そうと決まればさっさと出航だ。あんちゃんしっかり捕まってろよ。こっから先は海が荒れるぞ。
いやよかった、いい親父に釣られてよかったな。いやほんと君だけに焦がしてごめんな。希望の灯火、悲しみを胸にっていうトロフィー手に入れたんだけど、少し汗臭いって言っても、でももう別に体力満タンだしな。さて恩人の壺も割っていきまして、しゃってしゃって